ロシアのウクライナ侵攻ということで、いろいろ、世界が、言ってみれば、蜂の巣を ついたような感じでなっております。2014年にクリミア併合をして、そのおかげでプーチンの支持率が上がったということで、で、その後、プーチンの支持率じわじわ下がってきたと。もう一回支持率を取り戻そうと思ったんでしょうか。ウクライナを攻めたと。ね。いうことなんですね。で、これはですね、あっという間に勝負つくだろうと。要するに圧倒的な兵力の差がありますから、あっという間に、片付くだろうと思ったら、そうでもないと。意外と抵抗が激しいということなんですね。で、この理由はですね、やはりクリミアって隣の国ですし、親戚とか知り合いとかいっぱいいるし、そして、なんで戦争をここでやんなきゃいけないのと、ね。そのウクライナ人をなんで殺さなきゃいけないのかという疑問を持つロシア人、あるいはロシア兵士もそう考えると思いますよ。だから、もう士気が上がらないと、ね。ところが、ウクライナの方は、自国を守るんだと強い決意。大統領もですね、首都に、とどまるということでですね、非常に士気が高い。そして世界中で経済制裁。世界中が、ウクライナに、支持してる。戦争反対。これやってます。ですから、ロシアが考えてたよりですね、全然、話が違うと。で、これから、大変なことになると思いますよ。何が起こるかってことですね。要するに、ロシア経済ってちっちゃいんですね。日本の何分の1か、2分の1ぐらいですかね。で、人口は2倍ぐらいですかね。でですね、やはり1人当たりの、賃金というと、西側、欧米先進国に比べれば、何分の1かですよね。ですから、そういうのは、ロシア人も知ってるでしょ。むしろ、西側の方がいいなと。NATO が、クリミアじゃなくて、ウクライナに、ウクライナが NATO にやってもですね。これは、別に、痛むかゆくもないっていうのが、ロシア人の考えだろうし、プーチンはそうじゃないですね。プーチンだけですよ。ですから独走です。で、GDP はですね、それ以前はですね、どんどん上がってきたと。けども、クリミア併合してから制裁のおかげで、ポロン下がったということですね。日本はずっと低迷してますよ。これが、違う日本ですけどね。で、これから起きることはですね、ロシア経済潰れちゃうんじゃないかというような、少なくともですね、株は暴落するし、通貨の信任は失われるし、そしてインフレはどんどん進むし、ってことで大変なことになる。これでガタンと落ちると思う。日本はですね、こういう危機には、非常に弱いんですね。日本も、その制裁、経済制裁、ロシアの経済制裁をしようと思うと、火の粉をかぶるということになりますから、リーマンショックみたいな感じで、一時的に
下がる。まあ今、コロナで下がった、その直後ですから、また下がるのかということで、本当に日本大丈夫かって、日本経済大丈夫かっていう、ご心配になりますよね。まあ、ロシアは、いろんなルートで攻めてきているわけですよね。まあ、ここまで大規模にやるとは、みんな思ってなかったんでしょうけども、やはり、プーチンは、まあ、あっという間に、その全土を制圧すると思ってたんでしょう。ところが、ウクライナはそうじゃないと、ウクライナ人は国を守ると。もう命を懸けて国を守るという、すごいですね。このベラルーシの方からロシア軍が入ってこようとしたときに、まあ、ウクライナ兵士がですね、橋にかかった、橋をですね、自爆して、落としたんですね。だからその侵攻を止めた。もう一挙目は英雄ですよ。そこまでやって、ウクライナを守ろうとしてる。もう全然、ロシア人と、士気が違う。ロシア人にしてみれば、なんでウクライナを攻めなきゃいけないのか、殺さなきゃいけないのか、その大義名分がない。ということで、本当に、まあ、はっきり言ってやる気ない。もう、できれば、死なずに帰りたいと思って、恐る恐る入ってくる。それを、ウクライナ人はですね、撃退するという感じで、まあ、今、大統領の支持率が90%を超えているということですから、これ、万一ですね、大統領を殺して、そして、別な人に、親ロシアの人に取っ換えたとしても、これ国民は納得しないですね。で、いっぱい武器を持ってますから、4000万人の国民がもう重装備持ってますから、機関銃を1万丁とか、もうものすごい武器を渡してますから、うっかり入れないですよ、ロシア人も。街を歩けない。ということで、これは大変、てこずると思います。まあ、はっきり言ってロシアやめた方がいいというふうには私は思ってますね。で、過去の軍事侵攻、ジョージアを2008年やったときは、5日間で、決着がついた。クリミアもあっという間でしたよね。そんな戦闘はほとんどなかったということで、これは成功して、そして、プーチンの支持率が上がったということであります。ウクライナ、これはそうはいかないと思いますね。で、長期戦になるんじゃないかということがあります。そして、ロシアの国内の批判も 非常に高まってます。で、それだけじゃなくて、世界中の、反戦のムードが高まっていて、まあ、戦争反対っていうのはもう世界中が言ってますよ。で、何のためにと。何のための戦争だっていうのが、さっぱりわからないということですよね。で、ウクライナの国防省はですね、キエフ防衛のために市民にですね、1万丁の機関銃を配布してる。だから、至るところ市民が機関銃を持ってるんですよね。だからロシア兵はうっかりこの街を歩けないって。制圧してもですね。それからアメリカ製の戦車ロケット弾もあるんですね。で、アメリカは400億円の軍事支援を行うと。で、ドイツは対戦車砲、専門。それから、携帯式地対空ミサイル500機、これ提供すると。まあ、世界中が、もうともかく、ウクライナを助けようと。ロシアは消しからんと。こういうふうにで、立ち上がってんですね。で、ゼレンスキー大統領はですね、まあ、協力者たちに、
ロシア軍との戦いを批判するために発送した武器がウクライナに向かっている。日本も1億ドルの、まあ、1億ドル、110億円ですか。人道支援を行うというふうに言っております。まあ、世界中が、まあ、戦争反対で立ち上がるウクライナを救おうということで、立ち上がってるわけですね。で、非常に強烈な、その、制裁ですね。EU とアメリカ、フランス、イギリスの6カ国連盟で、ロシアの一部の銀行を国際的な金融システム、SWIFT。ね。これ、以前からこれやれって言われてましたけども、これやると、ついに決断しました。で、日本も、それに加わると言っております。で、まあ、これやるとロシアとの国際送金が困難になって、ロシアへの輸出通入にブレーキがかかる。海外での借り入れや投資が来ないんだということですね。まあ、SWIFT っていうのは強烈な、まあ、武器なんですね。金融の核兵器なんて言われております。2012年 SWIFT から示されたイラン。これが GDP が2012年に対してマイナス 7.4%。18年にマイナス 6% になった。で、18年に、通貨、独立通貨が6分の1に下落。これ起こると思いますよ。まあ、ロシアの経済はそうでなくても弱いですか。弱いし、ちっちゃいし、ね、日本の半分ぐらいですかね、GDP。あんなに大きいのにね。で、資源を輸出するぐらいしか能がないということですからね。それが SWIFT で締め出されたら、まあ、木っ端みじんって言いますかね。少なくともですね、ロシアの株式は暴落する。それから、通貨も信任が失われるって言うんですね。まあ、暴落ですよ。場合によっては、取引が成立しなくなるかもしれない。ルーブルを、もう、ともかく外貨に変えようと、世界中の投資家が一斉に、この、投資、まあ、言ってみれば、為替市場に集まってですね、まあ、ルーブルを売りにかかる。そして、ドルに変えようとする。ね。そうすると、まあ、ロシアが持っているドルがあっという間に底をつくということで、取引が成り立たなくなるということが考えられますね。そうすると、デフォルトですよ。まあ、それにですね、戦費も戦争やってるんですから、いっぱいお金かかる。で、だから通貨いっぱい早く送りしなきゃいけない。でも外国から何か、まあやっぱり輸入もしなきゃいけないことは思いますけど、輸入品はもうあっという間に値上がりするでしょうね。ルーブルは安が極端に進みますから、要するにルーブルの価値がなくなるわけですよ。ですから、国がいっぱいお金吸ってですね、そしてそれをドルに変えて、要するに外国から何か買おうと思うと、ものすごいお金がかかってしまう。要するにインフレですよ。こういう、まあ、ことによってロシア経済が、まあ、深刻な打撃を与えるだろうと。こういうふうに思われるわけです。まあ、これわかんないですよ。その市場が、まだ、まあ今日はですね、まだ月曜日で、月曜日の朝ですから、市場が開いてないかもしれないんで、これ市場が開いた途端ですね、まあ大変なことが起きるんだろうなと思いますね。で、これはですね、お金の動きっていうのはもう素早いですから。まあ、これ様子見ればいいですけども、ルーブル持ってる人はですね、できるだけ早くドルに変えようとしますから、ドルがどん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 逃げていっちゃう。ということで、お金がロシアから逃げていくということになると思います。Thank you.